私は2回です、はい、で始まりは定職した後で、その後2週間後にまた使いました。その2回です。で10アール当たり 1.5 リッター。まず歯の照りは良かったですね。だから歯の照りがいいっていうのは粘りはいいってことですよね。だからその2点はもう確実だと思います。身も鮮やかな色が出て、結構綺麗な色が出てましたから、それっていうのはやっぱり根の生育がいいんだと思いますので、それは最高だと思いますね。私もまた使ってみたいと思います。で、できれば5回ぐらいは追肥に持っていきたいなと思っています。12月まではできれば1週間に1遍でもいいから追ってみたいと思います。それがその使い方が良さそうな気がします。生育が私が使っているもの、生き肥よりは早いです。だから生育が早いってことは粘りがいいってことですよね。だからまあ粘りが良くて生育が良くてってことであれば、収量も多くてって感じになると思いますので、まあこの三原則が揃えばまあやらなくちゃってことになるんじゃないかと思いますね。ですからやってみたいと思います。